サンジョルジュ・ド・リュザンソンは、フランス、オクシタニー地域圏、アベロン圏のコミューン。20世紀初頭に撮影された、サンジョルジュ・ド・リュザンソンコミューンの管轄地域は、中央高地の南部の一部を区消化している。村そのものは、県道992号線に沿って、セルノン、川谷の谷間に伸びている。市街地の中心は、古い要塞の形をした。 中世の石造りの建物で構成されている。後世に建設された目抜き通りは、コミューンすべての商店が集まっている。村の大部分は、現代では、典型的な、分譲化された一戸建て住宅で構成されている。最寄りの町未央からおよそ10キロメートル離れているが、村は、未央とサンタフリックの中間にあって、さらに、ロックホールイコールシュルスーの工場に近いため、 家族世帯を引きつける要因となっている。サンジョルジュド・ドリュザンソン駅は、ベジエ、サンシェリダプシェ間及びベジエ・クレルモンフェラン間を走る、アンテルシテの列車が運行しており、テル、ラングドックルシオンの列車がベジエ及びサンシェリダプシェ、ミオの各駅の間を往復し、テルムディ・コール・ピレネーの列車が、トゥルヌ・ミール、ロックホール駅から、ミオ駅、サンロムド・セルノン。 セベラックイコールルイコールシャトーの各駅間を往復している。サンジョルジュ・ド・リュザンソンは、かつて、サンジョルジュ・ド・バルセレナと呼ばれていた。このドメーヌは、ロデーズ主教とトゥールーズ博の間で交換された。ドメーヌは16世紀にラスリブの新教徒たちによって、その後17世紀には、ロアン公爵によって破壊された。フランス革命時代、セルノンガーの流れる谷にちなみ、 革命家たちはコミューンをラ・バレピュールと呼んだ。2016年時点のコミューン人口は1621人で、2011年時点の人口より7.07%増加した。参照も九1962年から1999年までは、複数コミューンに住所登録をする者の,の重複分を除いた者。それ以降は、当該コミューンの人口統計による者。 1999年まで、イヘス、カジニー、2006年以降 i NSEE。ありがとうございます。